さあどうやさ、しょうこれでございます。まだ残ってるかな。一応これお風呂上がりなんですけど、人前に映るし、いつもより画角が近いので少し気を使って乾かしました8月26日今週のダラダラトークなんですけど、もう夏休みも終わりですね。小中高と、まあ主に小学生は僕のチャンネルあんまり見てくれていないのであまりいらっしゃらないとは思うんですけど、中高生は夏休みの宿題終わったかな。こんがりと焼けた子、ゲームに熱中した子、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、そういえばこの前リサイクルショップにちょっと寄ることがあって、あのギターとオーディオインターフェース、このパソコンと別にあるオーディオインターフェースにギターとオーディオインターフェースをつなぐシールドっていうコード、まあ多分あんま分かんない人いないと思うんですけど、そのシールドのね安いやつないかなと思って見に行って、そこのショーケースを見てね、ふとちょっと話そうかなって思ったことあるんですけど、小中学生時代の音楽の授業ってなんか改善されてますかね。僕の時代と比べてショーケースに管楽器が置いてあったんですよ。下にはアルトサックス、フルートとかっていうのがあって、一番上ゴールデンゾーンと言われるところですよ。小売店の陳列にはいろんな法則って言われてるものがあるんですけど、いわゆるゴールデンゾーンって言われる場所ですよ。人が立って、まあ、女性でも男性でもそうなんですけど、目に入りやすい位置に目玉商品を置くっていうのがある程度の鉄則になってるんですけど、それを総称してゴールデンゾーンっていうらしいんですけど、だから一番下、しゃがみ込んで見なきゃいけないところにアルトサックスとかちょっと大きいやつを置いて、いわゆる人目につきやすい場所にソプラノリコーダーとアルトリコーダーがあったんですよ。でね、正直アルトリコーダーが5980円とかで、あのね、ケースがもう昔自分が持っていたようなやつだったんですよ。まあ、それよりかは多分いいブランドなんでしょうけど、買おうかどうか迷ってね、その時にふと小中学生の時代を思い出して、音楽の授業すごいつまんなかったなって思うわけですよ。みんな聞きなじみのない歌を歌わされ、リコーダーという何でしょうか、大人になってリコーダーっていう楽器を始めたいっていう人はなかなかいないと思うんですけど、僕個人的な意見ですけど、非常につまらない音楽の授業だったなと。なんでこうみんなで、なんだっけ、あの親指を立ててさ、半分穴を隠すやつ、なんていう、ハミングみたいなやつとかしながら高い音出したりとか、合唱コンクールはいいと思うんです。ですけどそれ以外の授業でさ、音楽のテストっていうと、なんか一人で人前で課題曲みたいなの吹かされたりとか、みんなで足並み揃えて同じ楽器で吹くとか、すごいつまんないなと思って、なんかそれよりかは、なんかみんなが違う楽器を持ってその子たちの適性を判断していろんな楽器を触らせてあげた方が感性個性ともに育つんではないかっていうのを思ったわけですよ。ただそのアルトリコーダー、ソプラノリコーダーはね、2980円とか3240円とか、なんかそれぐらいの値段だったんですけど、なんかね、ふとアルトリコーダー欲しいなって思っちゃった30前の男がここにいるんですけど、ちょっとフラッシュバックあったんですよ、そのアルトリコーダーを見て。あ、つまんない授業だったなって。だから買うのやめましたなんか夏が終わる話をしたいなって思ったんですけど、別に夏らしいことは大阪帰ったぐらいなんで、大阪帰る動画がまだ全部公開されていない状況だと思うんで、来週のダラダラトークで大阪で購入したものをその日まで開けずに、っていうか開けちゃってるものもあるんですけど、ちょっと動画で開けてワクワク感を共有したいなということがあるので、それは来週の日付的に、僕の日付的にも皆さんから見ても来週やろうかなと思ってるんですけど、あ、そういえばちょっと待ってくださいね。ちょっと今白飛びしてしまってるかもしれませんけど、ここに、ショーコレが作ったショーコレ T シャツサマーバージョン的な、まあ、ちょっと夏っぽいデザインのものを簡単に作った UT.me があるんですけど、
ちなみに今はこれを着ています。はい、ここにあるんですけど、ユーティミー用のデザインとしてトートバッグを作ったんですよ。あっちの T シャツは審査が通ってから購入したんですけど、例えばミニっていう言葉を入れたら、それはミニの会社の著作権だから引っかかるわけですよ。だけど今までショーコレクションっていう名前で引っかかったことがなかったし、これはあなたのデザインであなたが作ったという証言ができる URL がもしあれば貼ってくださいっていう欄に僕はいつも YouTube チャンネルを載せてたんですよ。だから今回もいけるだろうなって思ったデザインがあって、それを審査を通しながら審査の結果が来る前に購入ができるんですよ。だから皆さんにお売りするっていうことをしなければ全然ミニっていう言葉も作っていいんですけど、ただ自分たちのオリジナル T シャツを作ろう、世界に 4,5 枚だけだよとかっていうことだったら全然ミニとかそういう言葉使っていいんですけど、ちょっとどっかしらでね、皆さんが気に入ってくれればいいなっていう気持ちがあって審査を通してしまったんですけど、購入して後日、審査が通らなかったデザインがこれなんですよ。ネイビー色でショーと書いて、で H のところの棒を引っ張ってきまして、コレクションっていうのを赤いボックスロゴに白字、これで何が引っかかったかって、コレクションという言葉が引っかかったんですよ。嘘つけと、今まで散々さ、ショーコレクションって書いてたんだよ。ショーコレクションって書いてて、このショーコレトートバッグ用にデザインしたコレクションだけコレクションが引っかかってしまった。まあ嘘つけと。ちょっと分かりやすいものを持ってきますね。ちょっと洋服は持ってなくてキャップだけしか持ってなかったんで、キャップ持ってきたんですけど、あーちょっと色が分かりにくいかな。ちょっと待ってくださいね。こっちの方が分かりやすいと思います。多分これに引っかかったんだと思います。言葉は全く違うし、あえてこのキャップに書いてある言葉も僕は読まないですけど、ま、これが引っかかったんでしょうね、多分ね。なのでコレクションという言葉が引っかかったよということで、このデザインは販売が行えないと判断されてしまいました。なのであのトートバッグは一応2個注文したんですよ、事前に。僕用と、あとはなんか動画にしようかなって思ったんで、予備としてもう1個、なので計2個注文はしたんですけど、もちろん今からでも僕のマイページみたいなもので皆さんに公開されていないデザイン T シャツとかもあるんですけど、そういったものの中で僕が買うことはできるんですけど、うん、今んとこ世界に2つだけのトートバッグです。夏の思い出。今僕が所有してる2個だけってなると、どのメンバーにあげようかなとかいろいろ考えることがあるんですけど、それこそ皆様のおかげで1周年の時は今年の4月ですか、今年の4月に1150何人の方が、ご登録をいただいたこのチャンネルなんですけど、皆様のおかげで1800ちょいかな、今現在ご登録いただいている方いらっしゃいますんで、2000という台に乗った時にまた皆様に何か差し上げれるものがあれば、そういった企画もいいのかなとは思ってるので、その時までデッドストックします。YouTube 全体で見ると僕は底辺中の底辺の YouTube にアップしてる人なんですけど、まあこのままどんだけチャンネル登録者の方が増えたとしても、こじんまりとこの部屋か車の中かちょっと出かけたりメンバーと話したりっていう、この動画のスタイルは変えずに、僕の撮りたい日々の生活の中の切り抜きを自分の日記として上げていきますので、過去コメントくださった方、頻繁にコメントくださる方、いつも僕を褒めてくださるコメントをくださる方とか、やっぱりコメントをもらうとその方のユーザーネームって覚えますしね、この親近感っていうものを大事にしていきたいと思うので、これからもよろしくお願いしますと。なんか締めっぽくなったな。うん、とりあえず今日はこんなところで、この動画の後、大阪の動画が全部作り終えれて金曜日を迎えれば、無事に購入したものとかの動画が
あげれるようになればいいかなと思っています。では、ショーコレでした。また明日。